理想の国は平井美里による日本の児童書。理想の国は2008年6月16日にハート出版から発行された。作品の舞台はドコナンダ国という他国より文明が遅れた架空の王国。第12回ホタル賞グランプリ受賞作品。古くても自分たちの文化を大事にしているドコナンダ国の国王がなくなり便利で 刺激的な、あこかいな国に住んでいた全国王の老いが、国王に選ばれた。新国王は、民のために、時代遅れの国をもっと立派な国に作り変えようと、次から次へと大臣たちに命じ、古い制度を撤廃していく。大臣の多数決で決めていたルールが、王様の意志のみで決められていき自分のことで、手いっいになってしまう。伝統保護大臣は、伝統作成大臣と名を改められ、 古い本を全部燃やしてしまうばかりか古い塔、古い教会、古い絵をどんどん壊してしまい、文句を言った文化大臣に命令だからやっただけだ。文句があるなら王様に言えばよかろうと開き直り、文部大臣が王様の悪口を言っていると王様に告げ口をする。そればかりか歴史のある建物を壊したことによって、なんてひどいことをするんだ。昔からある伝統ある建物なのに、 大切な場所なんだと国民たちの怒りを買ってしまう。王様の望んだ通り国は変わったが王様の気持ちは晴れずどうして誰もわしにありがとうと言ってはくれんのだと呟く。民のために新しくて立派なものを建ててやったではないかと王様。しかし古い建物を壊されて恨んでいる国民も多く大臣たちも王様の自己中心的な態度に不信感を抱いて そっぽを向いてしまう。結果的に自分の理想を押し付けているだけと気づいた王様は自責の念に駆られるが唯一残った財務大臣に悟され、新しい文化だけでなく、伝統や皆の気持ちも大切にした国づくりを目指そうと見直しを決心するのだった。ありがとうございます。